これいいですよね、これね、うん、あのですね、この人、庭師のワイさんといって、うちのチャンネルであの出始めた人で、一番昔から、なんですか、出てくれてる人なんですけど、はい、仲いい私の友達なんですが、はい、今日はこの人と二人で、面白電車の新特急那須の天に乗って、今、はい、東北新幹線の那須塩原の駅に着きましたけど、はい、塩原温泉に。塩原温泉に行って、はい、そう、まあ、そう、僕が塩原温泉に行きたいですって言ったんですよ。さっきの那須塩原駅が東北新幹線の山彦号、那須の号が止まるこの辺りの主要の駅で、駅前には何もありませんが、そこから出るバスに乗れば那須高原や塩原温泉、那須温泉などの見物ができるようになっています。那須塩原と言いますが、もともとは那須、那須高原とそれから塩原温泉、それぞれの町が駅名をこっちのものにするというので引っ張り合って、最終的に妥協案として那須塩原駅と両方ともくっつける駅名になったのですが、現在は地元の自治体が結局平成の合併をしまして、那須塩原市というふうになっています。黒磯駅もさっき言ったんですが、黒磯、那須塩原、西那須のこの3つがこの辺りの観光の拠点となる駅です。ただし駅前にはさっきも言ったように何もありません。この高原地区の牧場とかがいっぱいあるようなところ特有の光景かもしれないですけどね、こんなすごいもんもすれ違います。那須塩原駅からはバスで1時間ぐらい塩原温泉までかかるようです。他にも、那須高原にエピナール那須とかね、ゴルフとか、温泉使ってのんびりリゾートみたいないっぱいありますけれど、車で来る人の方がどっちかっていうと多いんじゃないでしょうか。脇のナンバーを見るとこの辺り那須ナンバーの他にも割と関東、それから東北の南部あたりからやってきているらしい車のナンバーがあちこちに並んでいます。ただこのバスね、那須塩原駅から新幹線と乗り換えられるように、便利に作ってはあるんですが、そこから西那須の駅に寄って、西那須の駅からその塩原温泉方面に向かいますんで、那須塩原から西那須のまでのね、移動時間が20分ぐらいは結構かかるんですよね。だからこのバスに乗れるんであれば西那須の駅からの方が効率はいいはずです。今日は日曜日なんですが、途中このように大混雑しているポイントがありました。千本松牧場と書いてあります。私はこの場所について知りませんが、何やら今日はね、食べ物お祭りみたいなのやってますけれど、係員の誘導の方の後ろにある写真がここの光景なんでしょうか。この千本松というバス停で大勢降りていかれました。多分那須らしい高原の景色が見られるんじゃないかと思います。もうすごいいい景色だこれ。なるほどね、これが千本松牧場ですか。そう書いてあるから間違いありませんけど、那須というのは結構気候がなんで涼やかなところでもあって、皇室の那須御用邸があるのも有名ですよね。よく東北新幹線で皇室ご一家が乗られてるっていうこともあります。観光客は相当多いようです。こういうふうに自動車がずらっと並んでて人も賑わっています。すごいですね、やっぱこう関東圏にあるとこんなに来るんだな。長野県なら軽井沢、栃木県なら那須塩原、そんなところでしょうね。多分双璧を那須、どちらも同じぐらいの力のあるところだと思います。こんな風に、渓谷沿いのところに出ると塩原温泉は近いです。前に1回ね、ここ車で来たことがありますけど、こんな風に橋渡ったらば見えるかな、ちょっと見えなさそうですが、左側にはかなり綺麗な渓谷があるはずです。温泉宿も増えてきました。今バスからは残念ながら逆側の席に座っちゃったから見えませんが、これから先行ったところで川沿いをたくさん見られますんでね、お楽しみに。止まった瞬間に向こうの席に移動しませんか。荷物こっちに置きっぱなしで体だけ向こうに移動しましょうよ。走行中に、移動すると怒られちゃうから。滝もあるんだな。よし、じゃあ打つわ。すごい、おお。素晴らしいじゃないですか。なんか僕の聞くところによると、この川沿いに温泉が湧いてるんで、建物が多いじゃないですか。この辺全部、大体温泉宿でね、ここで温泉が湧いてるらしいですよ。あ、そうなんだ。だからもうここは塩原温泉ついてるから、多分バスもすぐですね、あと。じゃあ着いたらまずはお昼ご飯にしますか。あ、そう、はい。で、ご飯食べながら地図かなんかもらってどこ行くか考えましょう。いや、結構来るところがあるんですね。うん、ね、僕もどうなんだろうと思ってたけど、こんだけ栄えてれば。結構栄えてるからびっくりした。やっぱり有名な温泉地なだけありますね。いや、バスターミナルに着きました。これがこのバスの終点です。今お昼ですね。
じゃあ、何時のバスで帰ります。まあ4時台とかそんぐらいでいいですか。うん、ああそう、まあ、大丈夫です。わかりました。あとは、まあ、あの東北新幹線で帰るのと、あのこの上塩原なんだ、このなんとか塩原温泉口駅っていう方に行けば、そのさっき言った東武経由で帰ることもできるんですよ。ああ、でもまあ新幹線でいいですね。温泉街も縦に5キロぐらいありましたよね。うん、あった、うん、だから長い場、あの温泉街なんで、ちょっとね、あの全部をずっと行くのは大変かなとも思ってるんですけど、この温泉街の中だけを走るバスっていうのもあるんだそうでして、途中の川沿いなど見物するのにちょうどいいと思います。で、あっちかな、行ってみますか。じゃあ、あ、行ってみます。はい、本当ですね。これはすごいな。すごいな。え、でもね、これ聞いたというか、さっきのあの説明書きにありましたけど、うん、回転が速いから見た目ほど混まないって書いてありましたけど、でも結構混んでるな。これ並びます？どうします？別に僕これじゃなくてもいいと思うんですけど。俺も。ですよね。じゃあいっか、別のところ食べましょう。こういうスープ入り焼きそば、スープの中に入って焼きそばが名物らしくて相当美味しいということで行列してるんですけど、ちょっとこれ並びすぎですね。並びすぎ。別のところ行きましょう。ざるそばとか、うどんそば、焼きそば、とんかつ定食。ここにする？ここにしますか。じゃあここで食べよう。今あの奥の緑のあの建物、あれがバスターミナルです。で、あれおかしいな、ごめん、ちょっとねカメラの調子が悪いんですよ、すいません。この左側のこの台というところでお昼ご飯を食べました。美味しかったですね。美味しかった。で、その目の前のこれ、ね、レストランランプって書いてありますけど、うん、これの向かい側にあるって言ってましたね。うん、橋渡ったら温泉があるとかなんとか。橋渡るんですか。あ、そう、え、橋なんですか。はい、何十メートルっていう橋渡るのかなと思って。いや、全然低いからちょうどいいや。まあ、高所恐怖症らしいんです、この人。塩原温泉ですから温泉に入りに行こうと思うんですが、この川のすぐ脇のところにね、今囲ってるところありますね。もみじのお湯、あれです。あれそう、 あそこになんかさ100円払えば入れると。そのもみじの湯に入りたいんですけれど、ただまあ入ることはできるんですが、あの人がいたらちょっとカメラ回せませんので、そういったことはやめておこうと思います。だから多分ご覧に入れられないでしょう。ちょっとだけ人がいない瞬間がありましたんで、しましたけど、とっても良かったですね。まあまあ、この笑顔を見てくれば、ね、まあ、分かるかなと思うんですけど。てっきりこういうところも700円ぐらい取るのかなと思ったら、たかだかワンコインの100円で入れるって。そうですね。あ、安いな、安いし、ぬるま湯とは、うん、熱湯、うん、まあ、ちゃんと分かれててね。分かれてちょうどいい。多分ね、あれなんですよ、あの実費だけかかる、あのほら維持費がかかるから、維持費だけかかるから、そういうことだと思う。本当によかった。よかった。いや、なんか変な人がいっぱいいるみたいで、前はね、もっと他にいっぱいああいう温泉あったんですけど、でも最近はちょっと数をね減らしているとか、私が前に調べた時はもっとこういう温泉が5、6個ぐらい川沿いに、ね、あって、もっとすごい川のね、あのね、うん、そう、すごいんですよ、あの川のね、うん、あのもうすぐもう こういうところになんか岩とかがあって、うん、その岩にそのまんまなんかお湯が出てくるところとかあったらしいんですよ。で、ただで勝手に入れるみたいな。まあ、そういうわけで今この川の向こうにあるこれね、あのこういうふうに囲いがありますから、うん、まあ、中は分かりませんけれど、まあ、映したような感じの、これがもみじの湯、塩原温泉で唯一の、まあ、共同湯という誰でも入れる、外にある、まあ、割と好き勝手にしていいってわけじゃないけれど、まあ、そのままご自由にどうぞ的な、風呂です。ただまあ、だからこそあのルールとかちゃんとあの守らなきゃいけませんので、それは気をつけるべきってことですね。うん、あ、ちなみにあの混浴の温泉だそうですね。そう、でも男性しかいません。女の人は入んないでしょう、きっと。あ、ちょっとね、ハードル。でも意外とこういうところでもね、うん、あの逆に有名な温泉地のそういうところって、うん、女性の温泉ファンみたいな人が来るんですよね。温泉ファンか。そう、まあ、でも逆にその女性が入ってくるとあの男性の方がね気まずくなってきて、来ますね、そうさっさと上がってしまうんですよ。いやー、久しぶりに温泉入ったからなんか本当に日帰りでもいいなって感じしますね。そう、まあ、日帰りでもね十分楽しめると思いますよ。楽しめる、うん。聞いたらみんななんか割と泊まる人が多いみたいでしたね。ああ、そうですね。うん、いやあ、あそこ欲しいよね。そうですね、あのバスが入ってくところがターミナル。あ、もうすぐ寝る前じゃないですか。ちょうどこんなバスターミナルから近いんだな。近いんだ。これがバスターミナル、さっきも紹介しましたが、右側の U バスというのに今度は乗ります。これはこの温泉街の中と、それからその先、上見寄り塩原温泉口という野岸鉄道の駅。あれ動き出したぞ。動いちゃった。いや違う、え、大丈夫でしょ、まだ違う、あれ多分違う方面のバスですよ。ああ、
よかった。そうだそうそう、あれ逆方向だ。あの上見より塩原温泉口というところにあのバスがあの行くんだそうでして、あの200円とかね、安く乗れるとか聞いたんですけどね、うんうん、これに乗るとあの割と安く東京方面まで鉄道と乗り継いで帰ることができます。新幹線経由ではなくて野岸鉄道と、それから東武鬼怒川線とかそういったものを使うそうです。これがそのゆうバスですが、今から向かうのがね、ゆうの原というところです。でこのゆうの原の近くに滝があります。まあ、JR バスであればそのゆうの原のその先にある、滝の最寄りバスでまで行ってくれるんだそうで、JR バスで行く場合には龍華の滝入り口、ここで降りるそうです。素晴らしい滝があるから行ってみた方がいいよということでした。私も来るまで知らなかったんですが、ちょっと行ってみたいと思います。このゆうバスですけどね、便利でお得な1日乗車券車内で販売、400円でゆうバス乗り放題って書いてあるから、多分、まあ、少なくとも1回乗るのに400円よりもかなり安い金額ってことですよね。多分、まあ、自治体の女性が入っているそういうバスなんでしょう。ゆうバスが時間通り行きましたが、これはやっぱり運賃は均一の200円でした。まあ、こういう大きいタイプのバスと小さいタイプのバスといろいろあるようですけれど、同じ JR バス、ただこれは那須塩原駅方面までは行きません。その代わりどこまで乗っても200円、便利ですよね。これをうまく活用すれば塩原の、あちこちの途中立ち寄りが楽しいんじゃないかと思います。でこれで帰り道の途中のあたりまでは行きますの で、 でそこで降りて滝を見て、その後西那須の駅方面のバスにもう一度乗って帰るというわけです。2種類のバスをもう一回言いますけどね、うまく使い分けると便利になると思いますよ。安くなります。それにさっきのほら夕の原夕の原の一歩手前の、うん、あのほらあの釣り橋のところで降りれば、まあ、時間がちょっと余り気味だからね。あの川の景色も綺麗なとこ見たいじゃないですか。あ、そう、見たい見たい、うん、だからその川の綺麗なところでちょっと降りて、あの目的のバス停の一個手前で降りて全然歩きながら行けば、まあ、多分歩く距離は何百メートルもないでしょ。あ、そうない。着きました。七つ岩釣り橋です。まあ、向こうに釣り橋があるんですが、その前にこれ地図がありますんでね、地図でもって全体を説明しようと思いますが、この古町というところがバスターミナルのあるところ、まあ、大体この辺にさっきはいました。で、さっきの もみじの床、それもここね、12番、まあ、この辺が、バスターミナルの周辺で、そこからまあ2キロあるかないかぐらい、この現在地まで、バスでやってきて、これから先、この先の龍華の滝と読むんです。龍華ではなく龍華と読むそうですが、この滝のところまで歩いていきます。その途中ちょっと吊り橋、ここから先は、川沿いに進んで川の景色を楽しみながら行こうというわけです。吊り橋が怖かったら行かなくてもいいですよ。いやいや大丈夫。行きますか。ちょっと先に吊り橋の脇から橋 の、 あの景色を見ませんか。どっちかって言ったら多分そっちの方がいいでしょう。あ、そう、うん、高くない、いや、まあ、高い方だとは思いますけど。下降りるんすよ。ちょっと降りてみようかな。いいですか。うん、よし。その靴、そんな靴で来てるんですね。これだけでも来る価値のあるところですね。温泉がなくてもね、うん、これでいい温泉まで湧いてんだから、それは人がいっぱい来ますよ、うん、ああ、どっかね、勝手に湧いてるお湯とかありそうですよね、うん、でもなんかあのね、僕実はそのこの先のところにあるってのは知ってたんだけど、うん、あのさっき教わったところによれば、うん、あの多分そこもあの落石があるからっていうんで、もう石が落ちてくるから、あ、これなんかもそうなんじゃない。わかんないけど、これなんか湯船っぽくないですか、なんか元々の、うん、わかんないけどね、人工的に作った感じで、うん、これ絶対湯船ですよ、元々ほら。そうそう、だからほら、そう、はい、入ってたから、はい、この旅館が辞めちゃったからなんですかね。なんなんだろう、うん、こういうなんかちょっとした廃墟巡りみたいになってるけどな。でも本当に景色いいとこじゃないですか、これすごいな。いや、今日当たりですね、これ当たり、あったかいし超いいとこに来た。最高に行きます。もうちょっと行きますか、うん、この木もすごいですね、なんかこんな壁から生えてる、ちょっと危ないな。改めて引いてみると、いや、結構何十年も手入れしてないっていうことが、根っこが腐ってるんだもん。いや、逆に手入れしてるからこそこうなったのかもしれないですけどね。あ、わざとこうしちゃってそう、うん、だとしたらすごくないですか。すごいですよね、うん、なんのどうだろう、廃墟かどうかはちょっとね、裏側ってまた別ですけど、いや、左側は、あ、左か、あ、これは廃墟っぽいですね、なんかね、確かに右はなんか営業し、まだやってるっていう感じは、これはやってそうですね、うん、あ、ちょうどここに風呂場がありますよ、うん、手前のところ、はい、ガラス割れてっけど大丈夫なのかな。本当だ、そうですね。あ、やってないのかもしれないですね、これももしかしたら。へえ。まあ、ともかく眺めは素晴らしい。高いですね。高いよね。これ揺れてる？
多分ね、吊り橋って真ん中ら辺に来ると揺れが大きくなるはずですよ、構造上。だからまだまだ序の口ですよ、もっと揺れるようになります。これ真ん中空いてるのはやだな俺勘弁してほしいな。結構楽しいですけどね、スリルがあって。おお、いや高いなこれ結構。高い。おお、あでもな、眺めは最高じゃないですかこれ。ちょっと怖い怖い。いいんですか。いや嫌だったら引き返してもいいんですよ。大丈夫。ああ、ここら辺になると揺れ、いやちょっと揺れ、でもそんな揺れないですね。うん、あ景色なんだから、ね、ちょっとこっちに目を向けましょうよ。ああ、遠く見れば大丈夫なんだ。うん、あそういうもんですよ。あ、そうなんだ。その右の旅館も結構いい旅館みたいですね。下のさっきほら廃墟みたいとか言ってたところ、 あそこは使ってないみたいだけど、でも上のところは結構ね良くなってる。おお、すごいですね。戻りますか。 あっちまであっちまで行きます。いや行きたければ行ってもいいんだけど、ちょっと休憩して、まあ、もう戻りますかまた。うん、この上って何だろう。この上は何ですかね。多分何もないと思いますけど、行ってみますか一応。あ、一応結構疲れますねこれは。疲れる。いや、上はなんか道ですよ。あ、道か。あ、でもあのさっきほら、名物で食べてくださいよって言ってたあのポテ焼きがあるから、そこで食ってきませんか。あ、ちょうど休憩にはいいや。じゃあそこから回り込んで行けばいいや。あ、いや良かったです、こっち来るって。あ、一応こっちの景色もこうだったって。来たところはですね、日光国立公園塩原温泉バスセンターと書いてある。ここにも U バスが来るそうですけどね、川の対岸まで U バスが回ってきてくれるようになってるみたいですが、この先に、ここの名物新しくなんか最近ね始めたっていうクレープ的なとて焼きっていうのがあるそうだから、ぜひ食べてみてくださいねってさっき言われましたんで。結構綺麗な建物ですね、と思ったら、あの上りがあるだけでね、上りご案内って言ってましたね。あのここでは食べられない、温泉街の中心の方だったら、クレープ的なとて焼きがあるそうです。すごいな、すごいな。ちょっと橋が古いから怖いですけどねこれ。僕は行ってみようと思いますけど、ちょ、うわなんか怖いな本当にこれ。大丈夫かな。ちょ、あんま二人近づかない方がいいですよこれ。嫌だったらそこで待ってくれてもいいですよ。あ、どうなってんだこれ。これをなんか岩の上に野立岩って書いてありますけど、慶長5年の関ヶ原の戦いの後、軍功を認められ宇都宮から会津の、領地替えを命じられた、蒲生秀行が、ここで、塩原に泊まる宿がなかったため岩の上で、野宿したんだそうです。何もこんなところでと思いますけどね。あ、ここで野宿したんですか。はまあしようと思う人はいるかもね。でも大名も大変ですね、こんなところで野宿しなきゃいけないなんて。だって Y さんはあそこに置きっぱなしなので戻らないとな。来るのかなこっちに。すいませんね、お待たせしました。はい、来ましょう。たったあれだけの橋でね、上歩くとあのたわみますんで結構怖いですね。ちょっと、ね、私滝まで1キロはないぐらいかなと思った、 1.5 キロぐらい思ったりあったんですけど、まあいいんだ。これ遊歩道があって、これ行っても大丈夫そうですかね。あ、ここかいな、うん、そう、そこだから。またこんな風に遊歩道が整備されていて、これを通ってしまうとちょっとあの違うところに出てしまうんで、あんまり奥までは行かないことにしたんですけど、なかなかこれもまたいい眺めですよ。見りゃわかるか。素泊まり1泊2800円で書いてある。これだったらまあ泊まってもいいですよね。随分なんかこの辺りは水がきれいになって、多分そろそろね滝も近くなると思いますよ。歩道がかなりないので気をつけて歩かないといけませんね。さっきのバス停のところから滝までは歩いて20分はかかるのだそうです。相当ありますからね。いや結構大変だこれは。ふわ。でもどうですか、なんか滝の涼しい風が。涼しい風が。おお、涼しい。ああ、涼しいってのは山歩きにとって何よりも重要なんだってことがよくわかりますね。わざと揺らしてるでしょ。調子がいいな。涼しい涼しい涼しい、とにかく涼しい。ああ。すごい。これか。これか。いや、これかな。いや違う。これはまだ。まだこれはおまけですよ多分。おまけ？うん。え、これまだ龍華の滝じゃないですよ。
まるで作ったようだな。多分もうゴールは近いですよ。あのあれがあるってことだね。さらに涼しい。ああ、おうおうおお。誰もいないしね、うん、人結構いたんだけど。人工じゃなくて自然にできたものなんだがすごいよな、そうでしょ多分これは、うん、作った跡がないじゃないですか、天然の冷房だ。疲れましたね。疲れた。これ一休みしよう。入ったところ SNS 投稿してくれた方へプレゼントって書いてあったのね。多分塩原1200年物語さんってところだと思いますけれど、まあ、投稿するんだったら、まあ、撮影してもいいだろうと聞いてみたら、まあ、OK で。でも多分最近できたところなんでしょうね。ああ、新しいし、これ。あ、本当なんですね、この木のところ、ね、木のところが。食べますか。あの帰りはですね、那須塩原行きのバスは13時33分で終わってまして、で、帰りは西那須野駅までしか行けません。17時で16時58分のバス、これで帰ります。両替、ああ降りるときでいいんじゃないですか。帰りのバスはこの通り貸し切りでしたね。結構需要のある路線だと思うんですけど、んー、こういうもんか。やっぱりお客さんがいっぱいいても大半は自家用車でやってくるみたいです。そりゃそうですよね。あ、で、あのここからなんですけど、ここからは、東北新幹線に乗りますが、一つ電車で移動する必要があります。電車で一つお隣の那須塩原駅から東北新幹線で帰ります。まあ、それ気になるようだったら鉄道チャンネルで紹介しますので見てください。ありがとうございました。